ろこ TV。 ボーカルレッスン。こんにちは、佐藤ひろこです。この動画は佐藤ひろこオリジナルボーカルレッスン動画です。今回ご紹介するのはこちら、声区と完成点について。これを知っておくとなんとなく頭でもイメージがつきやすく、体でも表現できると思うので、ぜひともなんとなく頭に入れておいていただけると嬉しいです。さあ、声区どんな字を書くかというと、こちら、声が区分されているっていう意味になります。声区とは発声方法によって分けた発声の区分のことを言います。一番下が極低音区、これが、低音でブツブツという音が鳴るような状態、ボーカルフライとかエッジボイス、こんな音です。そして次、地声区、これは会話をするときに最も使う、声区なんだけれども、厚みがあったりとかする出し方だとチェストボイスとか言います。こんな音、私のお墓の前で、響く感じ。そして裏声区、裏声区っていうのは高い音を出そうとするとこう声がひっくり返る、裏返っちゃったりすると思うんです。それは全部裏声区になります。あとはね、ファルセットとかヘッドボイスとか、あとはミドルボイス、あとミックスボイスなんてのも比較的このあたりに入ってくるかなと私は思っています。このミドルボイスと、ミックスボイスって言われるのは近くて遠くて遠くて近いので、またいつか動画にしたいなと思っています。裏声区、こんな音、ほみたいな音です。そして最後、一番高いのは極高音区、夜間が煮えるような音がしますが、これはごく限られた人にしか出せない音です。マライアーキャリーとかね、ホイッスルボイスなんて言い方をしますが、こんな音です。こんな風に、区分されているというのをなんとなく覚えていてください。それでこれと一緒に、今日は声区と完成点でした。完成点、こんな字を書きます。完成点、変わる声のね、ところ、この完成点っていうのは地声と裏声のちょうどひっくり返るところ。おー、ちょっと今スムーズにできちゃったけど、このペコって裏返る、ひっくり、声ひっくり返っちゃったっていうところ、これが地声と裏声の完成点になります。で、この完成点っていうのは全ての区分のところが全部、そう、全部完成点って言います。なのでよく声がひっくり返っちゃうのすごい嫌だっていう人とかは、比較的この辺を、私はよくこの辺を、ここを行ったり来たりしたりして、あの練習をしたりします。こんな感じで声区っていうのがあって、そこには全部完成点という声が裏返ったりとか、次の声区に行く場所があるというのをなんとなく覚えててくれるとひろこ先生は嬉しいです。今回の動画はいかがだったでしょうか。ちょっとでもいいなと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。お相手は佐藤ひろこでした。バイバイ。チャンネル登録してください。チャンネル登録してください。高評価ボタンも押してね。チャンネル登録してください。